せーの、満開ステージ A3 オータム&ウィンター2019千秋楽お疲れ様生配信。さあ始まりました。 MC を務める秋組摂津万役水江健太と同じく MC を務めます冬組月岡紬役荒牧義彦です。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ満開ステージ A3 オータム&ウィンター2019東京凱旋公演の千秋楽が無事終わりました。いや終わりましたね。42公演ありましたから。本当に皆様お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。お疲れ様でしたね、うん、本当にお疲れ様。生配信ということでなんと満開ステージ A3 オータム&ウィンター2019のキャスト19人全員が、うん、ここ都内某所の打ち上げ会場に来ています。来ていますよ。いやすごい、来たぜ。いやもうここは打ち上げ会場ですから、はい、もうみんな大いに盛り上がっていきましょう。行きましょう。はい、まあね、はい、今回の、お疲れ様生配信ですが、個性あふれるメンバーが集まって一つになる瞬間です。ここからさらに進化していく満開ステージ A3、素晴らしい公演にもらった感動に、そしてみんなの未来に乾杯をということで、いいこと言う。ガンガン読んでたけどね。はい、まあ、ということで、うん、サントリーの炭酸飲料である、ペプシデカビタ C CC レモンオランジーナがみんなで乾杯を合図に応援してくれています。はい、その名も炭酸4、うん、後ほどこの炭酸4のチームでゲーム企画にチャレンジしますが、その前に自己紹介をしていきましょう。はい、まずは秋組から、うん、はい、兵藤実在役中村太郎です。よろしくお願いします。はい、七尾太一役赤澤亮太郎です。今日は打ち上げしましょう。イエーイ、はい、打ち上げしましょう。伏見読み役稲垣聖也です。よろしくお願いします。イエーイ。横羽がえぐい。古市左京役藤田玲です。よろしくお願いします。はい、佐賀藤助役北園亮です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はいはい、三陰ひそか役上田圭介です。お願いします。かわいい、かわいい。はい、アリスガーホモリ役田中亮生です。お願いします。はい、お願いします。はい、ゆきしろあずま役上田寛大です。よろしくお願いします。お願いします。はい、みなぎつづる役前川ゆうきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、春組茅ヶ崎いたる役立石俊樹です。あ、こちらですね、春組茅ヶ崎いたる役立石俊樹です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さきさか向役野口純です。よろしくお願いします。はい、夏組です。三角イカルガミスミ役本田亮です。よろしくお願いします。お願いします。はい、鹿島雄三役の滝口幸宏です。お願いします。はい、松川悦役田口亮です。よろしくお願いします。お願いします。はい、迫田健役田内時宏です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ゴッドザ。はい、ゴッドザアスカールト役伊崎龍二郎です。よろしくお願いします。お願いします。神木坂レニ役川井龍之介です。よろしくお願いします。さあ、今ここにいる19人で、このお疲れ様生配信やっていきたいと思うんですけれども、うん、42公演終わりましたね。本当にお疲れ様でした。いや、みんな本当お疲れ、お疲れ様でした。中でも今日は本当に最高の千秋楽だったなっていうのは俺は思いましたね。いや、そうですね、本当に、うん、よかった。みんなでこうね、この瞬間はクロストークしてこう振り返って言ってもらおうかなと思うんですけど。大変なことになる。じゃあどうでした、レイ君。いや、でも本当になんか集大成よね。うん、本当にその通り。秋組今日芝居ずっとその一つの楽屋でその生放送のこのね、抜かれてたんだけど、それをずっと見てたんですよ僕。いや、もう本当にみんないい芝居するなって思う。いや、もう表情の一つ一つがやっぱ映像だとすごいクリアに見えるんですよ。
だから今までそんな近くまで見たことなかったから、こんな表情細かいことしてるんだとか、今日なんて特にバンリがなんか太一の鼻ピュッてやったところとか見て、いやかっこいいっていう風に、うん、よくやった大丈夫。え、俺どこかで使えないかなと思ったけど、だから俺は誉れの時に使おうかなと思ったけど。え、どうでしたか、やっぱね、この前回春夏出てた春夏キャスト、うんうん、この秋冬公演振り返ってみて、僕らは秋冬の方たちがメイン、はい、秋冬の方々がこうメインの話ということで、僕らそのいろんなお力添えをしたいなっていう気持ちで臨んでたので、この今日の千秋楽はすごい皆さんが高まってたおかげで、僕らもすごい高まっていい公演になったんじゃないかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。裏方組はどうですか。特にないっていうか特になくはないでしょう。いや、なんすかね、なんかやっぱり、うん、僕は自分自身のこともあるんですけど、本当支配人が皆さんの芝居を袖で超見てるんですよ、いつも。あ、で毎回泣きそうな顔してて、俺心の中で毎回は嘘じゃないかなって勝手に思ってたんですけど、袖で嘘はつかないです。だけど違う、そうだよ、今日噛んだでしょ、あなた。おやんのか、おいしょっぱなやいいんだ、俺は後でもうちょっと頑張るからここでそんな頑張っていいんだよ。いや、でも楽しかったですね。そうです、はい、楽しかったですね。はい、これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ最後、ゴッド座のお二人にちょっとね、この感想を聞きたいんですけど。いやね、ゴッド座は本当に二人で、みんな相手してたんで、まあ、最初はね、ちょっとね、そうですね、心細かったところもあるんですけど、いや、めっちゃ頑張りましたよね。そうですね、うん、今日こそは勝てるんじゃないかなと思ってたんですよ、ずっと思ってたんですけど、まあね、最後までダメでしたね。それは悔しいところです。心の中でずっと勝ってると思ってたんですよ。思い込んでましたね。でもみんな誰よりも袖にいてくれましたよね、ゴッドさんの2人。誰よりも袖にいて、俺たちを見守ってくれていて、最高でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんな感じで今夜は、キャスト全員で今回の舞台を振り返りながら、楽しいトークとゲームでワイワイとお送りしたいと思います。はい、ね、配信を見てくれている監督のあなたからも、事前にたくさんの質問をいただきました。たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。気になったものについて後ほどお答えさせていただきます、今夜の番組の感想はハッシュタグみんなで乾杯をつけてつぶやいてくださいね。はい、BGM ないな。怖いな。さあ、自己紹介も終わってちょっとした振り返りもしたところで、もうね、今日大千秋楽終わりましたから、乾杯をしましょうよ。はい、はい、皆様、じゃあドリンクを持ってね、じゃあ画面の向こうのね、皆さんも一緒にね、監督も一緒に乾杯しましょう。監督はどの炭酸にしますか。はい、いや、いいぞいいぞ、名MC よし。さあ、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ、一緒に乾杯しましょう。はい、開けていいよ、開けていいよ、乾杯するよ。せーの、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞれです。よっ、やりました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 。ペアーなってる。ちょっと量、やったやった、疲れっつって舐めるな。今ね、こう見てくれている監督の方からのね、コメントとかも今このタブレットで今随時チェックしておりますので、今楽しそうだったりね、さっきはタグちゃんハートっていうのもありましたよ。こいつ一番心ないっすか。いや、そんなことないでしょ。少しでもライバルをやっぱり。少しでもライバルって。じゃあね、はい、じゃあということで、さあ、こっからは監督の皆さんから事前にツイッターでいただいたメッセージにお答えしていただきます。19人のキャスト全員で、監督からいただいた質問にお答えしていきます、はい、じゃあ早速紹介していきましょうか。紹介していきます、はい、最初のメールです、皆様最後までお疲れ様でした。はい、
春夏が面白く秋冬の配信もとても楽しみにしておりました、うん、早速質問なのですが、うん、今回のメンバーで稽古中や楽屋などであこいつやべえやつだなかっこいい意味でって思った方は誰ですか。いい意味で、いい意味でだよ、いたら教えてください、うん、ということです、はい、どうだろう太郎とかどうですか。おお太郎ですか、うん、自分出したよ自分いやただやばいやつだけどもなんかいい意味でやべえやつ、いい意味でやばいやつ、あ、え、なに、名前から言っていいですか、はい、あ、マッキーさん、おー、マッキーさん、いや本当に天然で、で、僕なんか本当そういうキャラクターかと思ってたんですよ、なんかそういうなんかそう、だからこの人は天然キャラクターだよ、キャラクターだよ、ふざけんな、おなんか大事なことだからツイッターとかあれでなんかそう思っててそしたらこの前ちょっと事件があって事件あったね、いや、うん、あのマッキーさんが僕と二人で楽屋にいるときになんか鍵がないって言い出し家の、うん、でやばいやばいやばいってめちゃめちゃ焦ってて、うん、でもう全員のそのなんていうか楽屋の机の上とか一緒に探して、うん、太郎ごめんねみたいな、うん、今一緒に探してくれてみたいな、でどこにあったんですかって言ったら上着のポッキーに入れといたはずで、そうもうそれがなくなってたっていう風に言ってて、うん、なくなってたびっくりしちゃった、マジかって思ってもう僕トイレとかも全部探しててなんか落ちてんじゃないかと思って一緒に、うん、で楽屋戻ってきたらあったみたいな、うん、でどこにあったんですかって言ったらケンタの上着のポッキーに入れてたやばいや怖いよいやで怖い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 これであ、似たようなの着てきたんだよねって言ってたんですよ、似たような上着なんだと思ってあじゃあそれ仕方ないですたまたま入れちゃったんですねって言ってマッキーさんが着たやつがもう丈感が全然違ってもうケンタの半分ぐらいしかない上着にそうそう自分の鍵入れて服間違えて俺の着てたんですよ、着ながらずっと鍵ねえねえっつってて、うんめちゃくちゃだよね、本当あなた。いやこの人だってジェネレーションギャップのことジェネレーションガップって言いますから、ね、いやあれはでもびっくりして本当に俺帰れないこと思ったもん、だって終わる時間がさ終わる時間だって公演終わるのさ、まあ、10時近くでしょ帰るのが、うん、で10時近くで帰って23時とかでしょ、うん、え管理人さんとかもういないじゃん多分もう、うん、え本当に家入れないどうしようって思ってたところ、ケンタがこうやってマキさん、上着間違えてますよっていやでも言い訳し…いや違う、俺も結構後に気づいたことでそれ、そうでもね、俺同じ、も同じやつ持ってんのもうそう、同じシャツをまたその話するんかもうええやろ、もう次行け、まあ、同じやつ持ってるから間違えちゃってとはい、まあじゃあ他に、じゃああのこのこいつやべえなって思った人が他にもいたらぜひ、うん、基本マッキーがマッキーじゃん、いやいやトッシーもね、いや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 のマイク、だってもう、もうだってずっと僕あのトッシー君に会うたびに可愛いって言われるんですよ。あ、待って、俺にも言うじゃん、おい、みんなに言ってんやんか、みんなに言ってんやん、トシから可愛いって言われた人、はい、え、嘘だ、さっきさ、マジ嘘だ、いやいやいや、今さっきさんじゃないよ、いやでも本当天然だよね、すごいよ、だってこの前もだってさっきさんか、いや俺ね本当好きだったんだけどイヤホンしてたのトシ君が、はいはい、よく音楽聴いてるじゃん、音楽好きだから、うん、ずーっと聴いてて、うん、ふんふんふんって鼻歌で歌ってんだけど外した瞬間に歌い始めて、いや聴いてねえのに歌えんのかいと思って今一番刺してる時じゃんだって歌うんだったらと思っていやおめえの話してんだよお前一番笑ってるけど俺か俺かありがとうございます、いや面白いいや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 でもマッキーさんの真似できますよ僕、なになに、え、俺あんまり真似されたことないよ自分で何いやなんかちょっとこう多分興味がないような話をされたときにマーキーさんってどっか行くみたいな、嫌なやつ見ろよ、え待って待って待って、そんなことしてる、はい、なんか興味あるとき、え興味あるときは普通に話してますよねしっかりすいませんすいませんははってそれがすごい、そ僕あんまり天然だっていう人は分からないんですけど、え、俺も分かんないですよね、うん、自分が天然だからじゃないですかそれはお互い宇宙人だよいやいやいやじゃあ、じゃあまあね、次の質問いきましょうか、はい、はい、じゃあ次の質問、皆さんに質問です、
全42公演の中で面白かった出来事や思わぬハプニングはありましたか、うん、もしあれば教えてくださいとのことです、はい、じゃあこれはリョウ、北園のリョウ、うん、どう、そうだな、うん、めっちゃ考えてるじゃん。あるあるあるから。最近めちゃめちゃ最近なんですけど、うん、多分3日前か4日前ぐらいに、無限ループのところあるじゃないですか。うん、無限人形の、ね、シーンで、うん、ホマレがマシュマロこう掲げたらひそかが飛んで食べるみたいな。うん、その日はホマレがマシュマロ掲げたら2個持ってたんですよ。ホマレが。そう。で、2個持ってて、あ、どうすんだろうこれと思ったら、ひそかがジャンプしてぐるぐるぐるって押し込んで、いやもう、そうするしかなかったんですよ、あれはもう。そう、あうんの呼吸、あれって結構すごいことしてんすよ、俺たち。そうな、もう結構すごいことしてるの、僕たち。そうなんです、僕たち。いや、あれはもう完全に熱でマシュマロがくっついちゃって、で、しかもあれ2ループ目だったんですよね。2ループ目で、で、俺も持った感触ちょっと重かったんですよ。で、あーなんかこれちげえなと思って、上ちゃんが飛びついた瞬間にパッて見たらやっぱ2個ついてると思って、もう押し込んじゃえと思って俺もしっかり目視してたから。で、いつもこれぐらいしか開けないんだけど、はぁーってやった。だからリスみたいになってましたね。マンゴリスや。いや、なんか今スタッフさんがマシュマロを用意してくれたので、ちょっと再現。マジか。ちょっと俺見てなかった。だって俺があれでしょ、俺が喋ってる時にやってたんでしょ。俺見てないんだよ。まあ、そんな感じ。うん。そう、見たい。やりますよ。やってくださいよ、じゃあ。あ、まあまあまあ前でお願いします、前で。そんなんやるの？できるかな？2個。2個。いや、新記録や。増やすだからね。2個。3個。もう挑戦になってますよね、3個が。こうやって5000円。間に挟みますわ。慣れてんだよな、やっぱり。42回の倍やってる、滝になってるんだ。本当にね。はい。3個はでかっ。結構いくぞ、りょうさん、はい、いくぞ、はい、めっちゃ高いよ。純粋にさ、うん、3つは無理じゃない。そうだよね、3つは無理っすわ、これ。もう本当に幅がおかしい。1個がでかいの。本場ですよね、大きいの。でかいでかい。道の幅じゃないもん、もう、はい、すいません、お疲れ様でした。いやいやいや、ありがとう。お聞きいただきます。じゃあ2個やった時は本当にとっさにできた神業だったんだね。ブリンってすごいね。ちゃんと入ってる。じゃあ次いきます。次の質問いきます。はい、千秋楽お疲れ様でした。お疲れ様でした。キャストの皆さんの細かすぎて伝わらないけどこだわったっていうシーンがあれば教えてください、うん、ブルーレイが届いたらチェックしてみたいなと思います。ほうということです。なるほど。どうでしょう、これは。じゃあ勇気。あ、はい、その、ますか、ま、細かすぎて伝わらないっていうか、もうちょっと ほぼ伝わらないんじゃないかなって思うんですけど、うん、M1 一番最初の満開ステージの本当にイントロの方、イントロ、咲きたい咲きたいって皆さんが言って、そのサビの部分を歌って人踊りするじゃないですか、うん、で、秋組の人踊りはするよ、確かに。僕は袖からいつも見させていただいて。いや、違う、言葉のあやですわ。あやですわ。それで、まあ秋組の方たちがこう集まってて、冬組の方たちはそれぞれの袖に履けるんですけど、僕がスタンバイしてる袖にホマレさんが履けてくるんですけど、イントロの最後にトゥルルルルルルンっていうピアノの音が入ってまして、袖の中で僕と涼星君でピアノの真似をするっていうやり取りをずっとして、僕がピアノの真似をして、ホマレさんが僕を弾くっていう。ピアノの真似。ちょっとよくわかんないと思う。わかんない、伝わんないから。ちょっとやってもらっていい？そう、入ってないけど、それやってもらわないから。りょうせん、お前何回行くんだよ、お前。ちゃんと言えよ、ちゃんと言えよ。あ、でも喋るときマイク使ってね。あ、でも喋んない、喋んない、大丈夫？喋んない。え、なんか音いる？音いる？テレレーみたいな。テレレ
って言ってもらっていいですか。テレレレレレレレンって言えばいいの。テレレレン、せーので言うね。だってみんながこう春秋と冬で分かれてはけていく。そうそうそう、最後の行くよ、せーテレレ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 ンっていうだけ。あああなるほどね。そうなんですよ。足を使う。ただこれあのちょっと続きがありまして、最初僕とあの涼星くんの2人でずっとやってたんですけど、あの袖にそのスタッフさんとか演出部の方がずっといてくださってるんですけど、その僕の姿を見てなんかすごい乗っかってきて、でだんだんあの、ね、小道具を使うようになってきて、あの袖にある小道具、あの申し訳ないんですけど、カポネの杖とかオーディションの机とかでピアノ弾いてましたっていう話です。ちょっとあの勇気、勇気、お前さん、そんなことよりもう稽古着で来たんか、お前。稽古着じゃない、これは。お前そんなことより稽古着で来たんか。シャツインすな。シャツはインさせてくれ。はい、じゃあ次の質問、次の質問いきます。はい、どうしても稽古中に笑ってしまった出来事やツボにはまってしまったことなどが知りたいですと、うん、これはどうしようかな。じゃあレオ。はい、うん、はい、これあの皆さんも多分頭から離れてないと思うんですけど、何あの舞台って衣装をつけて初めてやる衣装好き同士っていうのが、まあもうね、ありますよね。でそれでやっぱり役者は一つこう冷静にやるじゃないですか。あの芝居ももちろんですけど、この段取りというかね、絶対しないといけないから、そう絶対にそこだけは間違えない、一回しかないから。そんな時にですね、あの脚本を完成させないといけないやつがいるんですけども、はい、うん、いますね。そうそうそう、そうそうそう、そいつが出てこないことには太一も出てきて死んでるっすって言えない。あの着替えの順番を間違えて勇気が女装してるっていうありまして、はいはい、その後の展開も全部うまくつながっちゃったのを覚えてる。そうですね、太一なんて言ったんだっけ。太一は変態がいるいやー、ね、陽太郎のね、そうそう、素晴らしいよ、あれも。続く言葉が、続く言葉が、みなぎくんは脚本を書くといつもこうなんですって。本当に違う。支配人がね、本当ナイスプレーだったよね。ナイスプレーだった、素晴らしかったですね。そうですよね。しかも偉い人たくさん見に来てたじゃん。各所で結構みんな緊張してたんですよ、あの時。そんなことしでかすからもう。みんないやもうそれでさ、本当皆様申し訳ない。偉い人まあまあ切れてた ,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 
で、はい、まあ、そんなことがありましたね。そんなことがありました。面白かったね、あれね、本当。はい、じゃあ次の質問いきます。うわ、俺は芸人みたいだな、俺な。うわ、違う違う、チラッと次の質問っていうもうポン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 やりましょうみたいなオーラがあるのよ。オーラ分かってくれ。あ、じゃあ行きましょう。はい、エーステのキャストさんの中でペアを組んでエチュードをやるとしたら誰を選びますか、はい、ということですけども、どうでしょう、河合さん。うん、渋いね。どう渋いや、あんただよ。渋いか渋いか。そうですね、まあ、あの、強いて言うなら滝口さん以外ですかね。滝口さん以外、滝口さん以外。うん、それは俺もなんかこう、なんとなく飲み込めるっていうか。まあ、皆さん空気でわかると思いますけどね。うん、危ない、危険な人物ですから。はい、俺の話してる、なんで向こうで、あの打ち合わせ始めた。違う違う違う、待って待って待って、なんか触ってほしいじゃん、ね、え、じゃあ、いや、いいんだよ、マイク向けることじゃないんだな。うん、違ってるくせに。じゃあぜひね、そんな言うんだったら、ね、よかった、そんな言うんだったら、そんな言うんだったら、俺さ、何言った。まず、それはこっちが、タッキーさんだよ、やばい。俺そんなに言った。ちょっとタッキーさん、俺が一応、え、じゃあ俺が誰とやるの、じゃあ、あ、俺が選んでいいの、指名。いや、え、リュウさんじゃなくて、リュウさんと。俺は嫌なの。いや、俺は嫌なの。リュウさんは嫌なの。リュウさんは嫌なの。リュウさん嫌なんだ。じゃあもう指名で、指名で。いや、やったんすけど、いや、僕はあんまりやる可能性がこの先ないであろう人と、じゃあやるんだったらやりたいです。藤田玲ですね。おー、うわー、俺、ハットこの人やだー。
レイ君見せてやってよ。これ何するの、何、何、何の、じゃあテーマちょうだい、テーマ、テーマは、何でもいいや、ジュース飲んだ、あいつジュース飲んだ、いやいやいや、水分ぐらいいいじゃん水分ぞじゃあ、じゃあテーマオランジーナで、おーオランジーナで、オランジーナで、じゃあ言っていいっすか、はい、おいレイ君買っちゃったよ俺、オランジーナ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 、違う違う、オランジーナ、おうん買っちゃったよ、お小遣い貯めてさ買ったんだよ、おー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 、ついに買ったんだな、やっぱり美味しいよね、これからの季節これが最高だよね、あ最高だな、ちょっと飲んでみてよ、え、いいのか、あの特殊な飲み方で飲んでみて、分かったよあの特殊な一番オランジーナが美味しく飲めるっていう藤田くんなりのやつあったじゃん、本当にそのためにもやっぱりちょっと協力してもらっていい、分かった、うん、じゃあちょっと持って、で探り合ってる、でいつものやつやってよいしょしょしょよいしょしょしょあー美味しい、ありがとうございました、すげえ、いやすごい、俺ほんとこの人やだめっちゃ面白い、すげえないや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 よいしょしょしょ皆さんもね、皆さんもね、ぜひね、こういう飲み方あのしていただければなと、はい、よいしょしょ、おすすめできますね、うん、仲良くね、はい、あ、今やったね、え、あ何を、はいってやったね、いやいや、じゃあ次の質問いきましょうかっていうね、はい、はい、今公演前に行って、はい、稽古期間も含め、MVP を挙げるとしたら誰ですか、お、うん、じゃあレンさん今頑張ってくれた、僕ですか、はい、こんなに俺のターン来ていいの、大丈夫、はい、そうですね、もうちょっと真面目な話するしていい、うん、ね、僕は迫田なんですね、おー、はい、やっぱりもうね、稽古の時から、はい、あのみんなのまず振りを覚えて、あ、みんなに映してくれたっていうのが、もう本当あのダンスすごく得意なので、うん、それでもうみんなの分を覚えてたんですよ、うん、もうどの曲もだよね、いや本当に、はい、で全部僕らがね遅れて入ったりとかした時に全部教えてくれて、うん、で僕に関しても本当にここで初めて話すんですけど、実は僕ダンス苦手なんですよ結構、うん、なんでもうやばいなと思って、今回すごいダンスするから、俺夜中に急にトッキーに電話してごめんっつって、ダンス個人練習をっつって、はい、うん、で俺スタジオ撮って来てもらったんですよ、ほんと急に電話かかってきて、うん、最初急なんか珍しかったから、あ飲みかなみたいな感じが思ったら、トッキーダンスっすかみたいなちょっと俺もテンション上がっちゃって、おーみたいな、そうなんです、トッキーは本当俺もお世話になって、はい、冬組で最初の方結構みんな来れない時間があったりさ、なんかトッキーだったりね、トシだったりレオだったり、まあリュウだったり、すごいみんなの協力があってもうやってくれたから本当にありがとう、トッキーありがとう、ありがとうございます、本当ありがとう、 MVP ありがとうございます、 MVP だ、ありがとうございます、さあじゃあ次の質問次の質問に行きます、はい、次の質問に行きます、質問させていただきます、エーステ秋冬公演を得て印象の変わったキャストの方はいますかと、まあ、はい、ね、始まる前と始まった終わった後、今現在印象変わった人がいますかっていう質問なんですけど、じゃあこれかんちゃん、かんちゃん、もうねでも最初、うん、さっきもう話出ちゃったんだけど、うん、立て息、あ、あと立て息、いやいやいや本名立て息だからそうなの何そのマイナーチェンジ立て息としきかな、うん、いやなんかやっぱうちのリーダーとちょっと同じ空気持ってた、あそうね、そうね、やっぱり、はい、本当にずっと思っててなんかめっちゃ変わって、でも意外となんか刺身もしたりとかして、そうです、ね、確かにね、はい、この期間中とかに、うん、まあなんかいろんなことを知ったっていうか、本当です、変わったなっていう、最初はどうだったんですか、そのへーっていう、あ最初すごい真面目な子だったよ、本当ですか、印象が、なるほど、うん、でももうあとはもう、うん、あの人と一緒あのガンダンバッグ、うん、もういいか、うんうん、なんもない、などうしたどうしたどうしたうん、以上です、以上だろ
まあそうだよね、まあ、トシキも確かに結構、まあ、上ちゃんとかもそうだっけ言ってたけどさ、うん、すごいかっこいいじゃん、だから結構スマートなのかなっていう印象があったけど、ね、うん、割とこう冬組で地方でご飯とか行くにつれて、うん、ずっと、ね、そうずっとね、来てくれて、そうそうそう、まあでもそこがねまた印象が変わった瞬間だったりするよね、うん、こんなになんか顔出してくれるんだとかね、一緒にいてくれるんだっていう、うん、たまにちょっと腹立つときない、どんな、どんな、またまた人落としてる、一丁神番長来たよ、一丁神番長すぐに出たがる来たよ、一丁神番長、これちょっとこれどうなのって本当思うんだけど、寮生とかに例えば、おい寮生今日一緒に帰ろうぜ、ああ帰りましょう、一緒に飯でも食って帰るかって、ああ行きましょうっていうやり取りやってて、トシ君がほれ飯行くんすか、行くよ行くって言ったら、いや行かないっす、えぇ、ー、意味わかんない意味わかんない、なんだよそれ、じゃあダントラック聞いてろよって思って入ってくんじゃねえよって思ってそれは確かにそうだ、行かないっす、すいません、でも俺らよくあるよな、よくあるよな、すいません、すいません、すごいな、すいませんでした、すいませんでした、すいません、すいません。じゃあそれでは次の質問いきます、皆さんのここのシーンが一番好きというところを教えてください、うん、なぜ好きなのかも教えていただけたら嬉しいですということです、うんうんうん、じゃあこれはジュン、なんか好きなシーンありますか、一番好きなシーンですか、うん、一番好きなシーンは、僕これちょっと皆さん共感する方も多いと思うんですけど、僕佐京さんのマイポートレートがすっごい好きなんです、わかります、あれはテンション上がる、いやもう本当に、いやあ、なんで、待って、そういう意味じゃない、テンション上げさせたことないから、そういう意味じゃない、なんかマッキー見てないから、そういうのじゃなくて、楽屋でこんなんだと思った、マッキーやってる、違う、違うって、だからあれ流れると、うわ来たよこのシーンいいよねっていうテンションの上がり、引っ込め引っ込めMC ぞ、引っ込め、はい、ね、でもそう本当に好きで、そうだから、そのシーンを初めてこう稽古で見た時にもうゾクゾクってなって、いやもう僕もこんなお芝居ができるようになりたいと思ったシーンですね、かわいいな、はい、ありがとうございます、何でもかってやったやった、可愛いわ、マジで可愛いな、もうすごいな、レイ歌もうまいし、見せ方もすごいし、そうなんですよ、はい、次の質問です、恥ずかしくね、なっちゃいますからね、じゃあ次の質問、キャストの皆様に質問なのですが、公演が終えられてもしやり残したことや他のキャストさんに言いたいことがあれば教えてくださいと、はい、じゃあタッキーさん、はい、え、大丈夫、タッキーさん本当にタッキーさんで大丈夫MC それ回し方間違えてると思ういやなんか、タッキーさんこうね、いじられたばっかりだからこう、そうですよね、はい、タッキーさん、うん、絶対ありますもんね、いや、まああるっちゃあるんですけどめっちゃ目泳いでるちょっと、あの前回まで実は僕一番最年長だった、うん、ああ、そうですね、で、今回お兄さんが、うん、兄さんできたわけですね、その兄さんがちょっとね筋トレとかを強要しすぎてくるというか、筋トレを強要、あ、本当ですか、ここに来てエピソード弱いいや、ナイスタグちゃ ん, そうなんだ、いや、間違いない、間違いない、俺ほら、俺先頭じゃないんだって、そう、誰かが行った後ろでこう、援護、援護するんだから、援護なんだよ、違うんだよそう、まあ、あとさ、一個あった、そう、お菓子作ってきたんでしょ、せいやが、あ、せいやが結構、みんな食ったんでしょ、食べました、で、俺だけ食ってなくて、それはずっと食いたいなと思ってて、でも、まだ何にも、その後は作ってきてくれてないじゃん、作ってきて、いや、キッシュ作ってくれてます、ね、年間でも連絡回ってこないんだけどなんで、結構堂々とね、置いてあったけど、そう、え、多分ダッキーさんが食べてないだけですよ、そうなの、そうです、で、僕何回か作ってきてるじゃないですか、はい、ご飯みたいなの、美味しかった、そうすると、だから最近ちょっとみんなが、初めはね、明日なんすか、何作ってきてくれるんですか、カレー、うわー美味しそう、食べたいです、食べた、はい、いや美味しかったです、なんだけど最近は明日なんすか誰だよ、誰誰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 給仕係じゃねえからエピソードが弱くて嘘ついとるエピソード弱いから嘘つくのやめろタッキーさん、今度作ってきますね、タッキーさん、タッキーさん作ってきますね、キッシュをね、はい、
ということで、お時間になってしまいました。まだまだご紹介したいメッセージがありますが、はい、お時間の都合でここまでとなります、うん、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今現在のコメントもありがとうございますね、うん、もう本当に1.5 万以上のコメントがあります。ここで見れるだけでも、ここで見れるだけでも、うん、すごい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあここからは次のコーナーに。どうしたの？どうしたの？やめたくない。ゲップ出ちゃった。すぐにカメラ変えて変えてさあじゃあ、ここからはこちらのゲームコーナーでーす、はい、伝言。あ、イエーイ、イエーイ、伝言エチュードゲーム。イエーイ、イエーイ。確かに、確かに。で、こっからは伝言だから、伝言ですから、伝言ついてますから、うん、はい、じゃあ説明をしますと、はい、まあ、俺たちはね、役者を目指して日々稽古をしているわけですが、うん、まあ、役者の腕が試される無茶振り企画をやっちゃいます。はい、これが伝言エチュードゲームです。はい、まあね、凱旋公演の後でちょっと疲れてるかもしれないんですけれども、うん、やっぱり打ち上げ会場ということでテンションをノリノリでやってください、うん、よろしくお願いします。やってみましょう。はい、うん、じゃあ、お、りょう、喋るときマイク使って、マイクマイク大丈夫なの？まあね、はい、せっかくなので、はい、今回は先ほど話したタンスさん4のチームでゲームにチャレンジしたいと思っていますので、ここで席替えタイムです。じゃあみんな一回席を立ってください。はい、立ってください。前に出てきてもらって、はい、はい、自分の飲み物は持ってね。うん、はい、さあ、じゃあ、それではね、炭酸4のチームを発表いたします。はい、名前を呼ばれた人から、大きな声で返事をして席についてください。はい、まずはチームデカビタシー、太郎、太郎、はい、北園さん、リョウ、はい、そして結城、そしてレオさん、そしてトッキーさん、はい、座ってください。はい、こちらがチームデカピタ、チームデカピタです。はい、はい、はい、続いてじゃあチーム CC レモン、はい、私水江と上さんと伊崎さん、潤、うん、そして田口さんです。はい、はい、じゃあ、じゃあ席についてください。はい、はい、じゃあ席についたかな。こっちのセリフだバカ野郎。はい、カポネを取るのに邪魔だな。そして、チームペプシ、次チームペプシですね。はい、チームペプシは、レイさん、そしてリョウタロウ、リョウタロウ、リョウセイ、トシ君、うん、タッキーさんです。タッキーさん、タッキーさん、よっ、はい、はい、はい、そしてじゃあ残りの、俺とカン、ちゃんとリュウさんとセイヤがチームオランジーナでーす。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、うん、チーム分けを紹介したところでルールを説明します。お願いします。ちょっと長い説明します、うん、はい、伝言エチュードゲームはバラエティ番組でおなじみジェスチャーゲームのアップデート版になります。はい、チームペプシ、チーム CC レモン、チームデカビタシー、チームオランジーナの各チームがお題となるあるシチュエーションを身振り手振りのエチュードでメンバーに伝えていきます。持ち時間は1人30秒、1人目から順番にエチュードだけでお題であるシチュエーションを伝えましょう。セリフなど声は発してはいけません。例えばお題が卒業式だったら卒業証書をもらう芝居をしたり、校歌を歌ってる芝居をして正解に導くというものです。はい、今指揮振ってたけどありがとう、マキさん。はい、お題は満開ステージ A3 と深い関係のある何かになっていますということです。はい、ね、はい、ね、俺たち MC の2人ももちろんチームのメンバーとして参加するのでお願いします。はい、お願いします。ちなみにね、間違ったメンバーにはそのチームで、多分間違えた人というのは出てくるでしょう、うんうん、その間違ったメンバーには罰ゲームというにはまあ優しすぎるんですが、凱旋公演で疲れた体を癒してくれる鬼コーチ鹿島雄三役のタッキーさんが足つぼを押しまくってくれます。いいよ、絶対手加減してくれないもん。はい、タッキーさんが負けた場合はタッキーさんの足を全員で押す、うん、一発ギャグやらせるでも、いや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 
いや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 。マッチョだ、まだ俺使うの。たけさん、足つぼ知ってるんですか？足つぼはもう幼少期から幼少期からすごいね。ずっと嘘つく、ずっと嘘つくと思う。いや、大丈夫です。本当、ちゃんとやるんで。まあね、はい、じゃあスマホのね、スマホやパソコンの前の監督も、誰が足つぼをされそうか、ぜひこちらのコメントでね、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。お待ちしております。さあ、それではじゃあ早速いきましょう。じゃあまずはチームデカビタ C の太郎、亮、ゆうき、レオ、トッキーの5人です。はい、ではあちらの企画ペースに、はい、お願いします。あちらにステージがあります。あちらにお願いしますね。特設ステージがあるからね。はい、質問嫌ですね。いや、本当は嫌だ、マジで嫌だ、普通に嫌だ。さあ、まずこの5人にはまず順番を決めてもらいます。さあ、シャツ入れんだ。シャツを入れるんだと。恥ずかしい、映さないで。じゃあまず順番決め、どういう、じゃんけんでもいいし、なんでも。結構重要だからね。こうジェスチャーだから、まあ、結構そう、最初の人が間違えてジェスチャー、そう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 。お、おお、ダンス組、確かに踊りで表現とかしなくていい。そう、次の人が無理。本当に嫌だから。じゃあ1番は、1番レオ、じゃあ2番、あ、もう3番トキ、4番はチーム CC の方に一瞬入っちゃおう。じゃあ答える人、答える人ね。オッケー、これ答えるとレオ君には絶対自信が浮いてる。大丈夫、絶対大丈夫、頼みます。じゃあレオ以外の人は一回パーテーションに隠れて、ここからレオに、そのジェスチャーのお題を見てもらいます。はい、いやいやいや、顔出てる、顔出てる、見える時はダメ、背がでかい。引っ込めて引っ込めて。じゃあ、お題を見ていただきましょう。お題はこちらです。かな、見えるかな。おお、こんなのでいいんですか。うん、こんなのでいいです。これは、これイージーモードだよ、これイージーモードだよ、これイージーモードです。大丈夫レオ、もう一度も大丈夫。はい、じゃあ、レオ君は大丈夫だそうなので、2番目の回答者の方出てきて、そうか、そういうことか。これを今レオが見たものをジェスチャーで伝えてください。30秒間。はい、30秒いります。まあまあまあ、ほんと、まあ制限時間30秒ね。あ、なくなっちゃった。大丈夫、大丈夫。よし、それでは準備は大丈夫です。よし、それではお願いします。スタート。いやーこれはまあ、どうなんだろうね、どうなんだろうね。もう上がったんですよ。はい、はい、じゃあ太郎、どう今の分かった。そのまんまっすよね、彼でそのまんまだよ。もう大丈夫？タロウはやっぱ加えてなんぼだから。よし、じゃあ3番目の人出てきてください。じゃあ今、タロウが覚えたエチュードをトキに伝えてください。エチュードじゃないや、ジェスチャーね、ジェスチャーを伝えてください。それでは用意スタート。かっこいいね。どう、大丈夫？はい、大丈夫。カンカンカン。簡単なんだよ、分かった。じゃあトッキー大丈夫？はい、じゃあ次4番目、4番目の人、お願いします。ゆうきかな、ゆうき。はい、まあまあそうだよ、もちろん。あれ、それだけじゃないから、伝える方法は、まあもう言えないか。じゃあトッキー大丈夫？はい、それでは用意スタート。大丈夫？はい、はい、さあ、なるほど、なるほど。じゃあトッキーはあちらに行ってもらって、ジャッジ
ということですよねってやつ。ということですよ。やりたくて仕方ないじゃん、まあ、じゃあ今後今後質問系はダメじゃ、うんね、今後ダメはい、じゃあなるほど、じゃあリオ来たよ、待ってたぞこれを見てリオに答えてもらいます、はいはい、じゃあマジで大丈夫、俺わかるちゃんと本当におそらく大丈夫、はい、伝わってんだよちゃんと、あ、まあ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 、まあ、いけてそう、うん、じゃあそれでは伝言エチュードスタート、はい、じゃあ並んでください、まあまあまあ粛々とこれさ、なんて答えたらいいのこれを、まあだから今そのままそのままこれエーステに関連する今のエチュード、あージェスチャーでもうそれを思ったものを、あこれじゃないかなっていうものをそのまま答えてくれれば大丈夫、これじゃないかなと思ったやつ、うん、じゃあ、並んで、じゃあ両、はい、この伝言ジェスチャーゲームの答えはせーの、オープニング。ベーベー。待って。え、ね、一連で見たらそれでやりたかったのかなって思うぐらい。待って。じゃあまあまあじゃあ勇気一回聞いてみるね。じゃあ勇気は何だと思ってその振りをしてた？ダンス。ああそういうことか。じゃあもう違うじゃん。じゃあまあ下が登っていきます。トッキーは何だと思って伝えました？超マストゴー。はい、ショーマストゴーオンじゃないの？違う、そうそう俺はシチュエーションだと思ってたから、なんかシチュエいやということでそうだね、ここまではそう、ここがまあ意思疎通ができてなかったのでこの2人がタッキーさんの足つぼマッサージを、はい、あ、そう、トッキーが悪いってこと、まあまあまあ伝えられなかった、俺多分余計なこと言ってたから、俺だから見たら完全に、まあまあ完全勇気なんだけど、いや、それはもうじゃあ俺が悪い、あ、もうじゃあもうトッキーはもう大丈夫、勇気特別ルールね、そりゃそうだよね、本当に申し訳ない、やばいね、全然悪くない、なんか俺が見てる時にあれ分かってねえの、分かってリアクションしてこれ全然悪くない、合ってます、さあマッサージ師タッキーさんお願いします、お願いします、じゃあこちらに、これマジのやつか、これでも見るからにマッサージ師さあじゃあ足つぼどっちの足でもいいよお疲れのようで、今日はお疲れ様でした。お客さん、ね、はい、不思議な靴下履いてますね。疲れてます？あ、そうですね、ちょっと本番終わりなんで。そうですね、疲れてます。痛い。ちょっと待って、静かになるのやめてください。これ疲れてます。本当に。おい、罰ゲームが損させる。そうだ。おい、痛い思いしてるのに。痛い思いしてるから。俺も込みで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。マックスさん、次。三四は俺がいるんで。はい、はい、どうだった、めっちゃ楽になりました、よかったよかった、余裕だと思ったのに、はい、じゃあということでチームデカピタシーの5人でした、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、じゃあ、あちらに戻っていただいて、じゃあ、はい、続いてのチームですね、次のチームに行きましょう、はい、はい、次チーム CC レモン、チーム CC レモン、はい、私水江健太と、うん、はい、上さん、伊崎さん、潤、亮さんです、うん、はい、ではじゃあみんなねこちらに
はい、ていただいて、このチーム強そう。このチームね、あこのチーム強そうだけど、あれ、ちょっといいですか。ちょっと一列並んでみて。はい、小さい小さい、ね、言ったけど、俺今日6センチ持ってきたやめろ6センチ持ってんのやめやめやめなさいさあ、じゃあね、早速順番を決めてください。はい、お順番どうしましょうか。答える人誰がいい。あで、ね、ケンタ答える。俺っすか。いやでもせっかくだったらみんな中に入る、うん、3番目ぐらい。いや、上さん答えるとかどうすか。結構つなぎ大事だよね。つなぎ大事ね、うん、これね、うん、トップバッター大事っすよね、うん、トップバッター。いや、これあのタグちゃんじゃない、うん、アンパイをタグちゃんが一番。タグちゃんは絶対伝えてくれるから上さん答えしましょう。どうすか。俺いいよ、はい、分かった分かった。上さん任せます。じゃあこうだな、こうなる、こうだな。これでこれでいきましょう。いいね、これでいきましょう。この順番これでいきましょう。わかりました。じゃあ、タグちゃん以外の方は一回パーティションの裏に隠れてください。はい、じゃあタグちゃん結構重大なものを任されたね。うん、頑張る、頑張ろう、うん、じゃあ早速お題の方見ていきましょう。伝言エチュードゲームのお題はこちら。うわーうーわー、やっぱりうーわーマジか。え、どう急にむずい。急にむずい。これマジむずい。マジむずい。いきなり上がったね。違うやん。え、正月ゴーンじゃないの。振り幅が。そんなもんじゃない。さっきも簡単すぎるじゃん。あれはずるい。マジやずるいじゃねえ。むずい。じゃあ、まあ、とりあえずね、やれるだけやってみましょうか。りょうくん、本気で困ってるやつやん。じゃあ、とりあえず2番目の方、出てきてください。いろんな要素必要じゃないですか。はい、順だね。いや、これ本当に、まあ、本当にタグちゃん頑張って、マジで大事、本当に大事。素直に受け取った方がいい。素直に、わかんない、わかんない。ちょっとひねった。あ、でも最大のヒントは、まあ、エーステに関係してあるということだから。うん、了解です。うん、甘噛みすな。めっちゃ可愛い。大丈夫タグちゃん、心の準備大丈夫。じゃあ早速行きましょう。はい、どうぞ。ほら、やっぱタグちゃんが良かった。終了。どうジュン。いやでもタグちゃん頑張った。すごいすごい、普通にすごいすごいと思った。あの特定のあれだ。まあ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 、そこは分からず。タグちゃんあっちん、じゃあっちん。じゃあ3番目の人。はーい。はーい、じゃあケンタ。ね。じゃあ行きます。エチュード、エステ関連のことなんですよね。エステ関連だから、うん、オッケー、できます。エチュードスタート。おや、かわいい。終了。どうケンタ。わかっちゃった。おマジで。え、ちなみに、ちなみにこれはこれは どういうモード。これはどういうモード。イージーモード。おーい。じゃあ4番目。はい、ごめんね、ここの立ち位置でお願いします。ケンタ、ここで。おい、悩んでる悩んでる悩んでるぞ。よしよし、ケンタ、ここで。はい、それではエチュード、エチュードじゃない、伝言ゲームスタート。
終了。いや面白いけど、どう龍。何一つわからない。まあでも本当に見たまま感じたままに最後 の, あの彼に伝えてください、上ちゃんに。わかりました。これはもう感じたままを表現。感じたままに、うん、よし。じゃあ上ちゃん、はい、いける。うん、龍ならいける。うん、そうだよ、今飛鳥ハルトンだから。さあそれでは伝言ジェスチャースタート。そうだね、そうだね、そうなるよ、そうなる。そうなるね。終了。に並びましょう。さあじゃあ並んでください。いけるね、これいけるね、これはいける、これいけるよ。イージー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 。じゃあとりあえずじゃあ聞いてみましょうか、上ちゃん、こうやって伝わってきたジェスチャーは何だったでしょうか。え、これ本当にエーステに関係あるの。エーステに関係あるよ。関係あるよ。超超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 ん。とりあえずじゃあもう多分劇中劇とかじゃなくて、おお、まさか、え、マジでいける。え、1,2,3,4,4 ってなんだ。え、僕の人も考えてるからね。他の人も考えてる。 OK、 じゃあはい、伝わってきたジェスチャーは何だったでしょうか。銀河劇場。あー、じゃあま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 あ、まあ、はい。じゃあちょっとね、上ちゃん間違えたんですけど、じゃあ龍、伝わってきたジェスチャー何だったのか、そして何を伝えたのか。冬組。冬組。冬組とかじゃないの。じゃあケンタ、また遡っていきましょう、何が伝わってきましたか。秋組、うん、秋組劇中劇。ちょっと待って、トレちゃん。顔だけじゃねえか。ない。秋組じゃ、こんなことしない。こんなことしないでしょ、秋組。じゃあ、ジュンは何だと思った？僕は、ジュンは分かったよね。あの、秋組の、あの、5人が初めてオーディションしてるとこだと思う。じゃあトップバッターのタグちゃん、正解を言ってください。正解は凱旋公園です。おお、いや、だからウエちゃん、ウエちゃん、うわ、当てんだよ、当てんだよ。いやでもまあ違うんだよ、銀河劇場じゃないんだよ。ただすごいすごい、なんか紆余曲折を終えて元に戻ってきた。すげえ、ウエさんすげえ。ちなみにりょうちゃん最初どういう動きをして、あ、確かにそれ気になる。タグちゃんのじゃあジェスチャーちょっと見てみますね。それ踏まえてお願いします。出てきたよ、出てきたよ。あれはまさか、これジューザ来たと思ったんですよ。あれはまさか。そうそうそう、あー、そうそうそう、ゴッドさんだ。そう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 、凱旋の演出でしょ。1,2,3,4,5 カウントバスでした。1,2,3,4,5 みんなのカウントだ。なるほど、それか、ここが発端です。それか、わかんねー、それか、みんなのカウントだったのね。カウントやってた。俺4つだからよか、ダメだったのか。4つやってこいつだから。足りなかったんだ。いや、俺足りなかったんだ。4つ目のビッグだと思った。そうか、これ誰が一番先輩っていうか悪いんですか。ちょっとね、誰だろう。じゃあとりあえず、罰ゲームをしてもらえるタッキーさんに決めてもらいましょうか。うん、タッキーさん。いや俺はね、悪いけど、うん、滝口っていうか鹿島としてちょっと苛立ってるよね。え、おおおお、どうしました。やっぱ演劇だから堂々としてやんないといけないんだよ。そんな中でやっぱムクは悪いけど堂々としてなかった。ムクはどう。ムク、お前堂々とやれんのか。やれます。お前堂々とやれんのか。やれます。堂々とやれんのか。やれます。誰とだったらやれんだ。
何を何ダルトだったら堂々とできんだよ。俺返してよ、ちゃんと。俺っすか。俺は、まあ、ジューザとならわじゃあお前らいとこ同士でさ、やっぱりもし隕石が落ちてきたらを堂々とエチュードでやってみろよ。ジューザとムクで隕石が落ちてきたら足裏はそんな刺さんなかったろ。じゃあということで刺さんねんだからさ、罰ゲームはエチュードね、そうだ罰ゲームエチュードで、ごめんね。俺はもう悪くないやん。じゃあみんな見てましょうか。まあ、いいけど待って、何でお題さんでしたっけ。隕石がだからもうジューちゃんどうしようっていうところから、ジューザでやるだからその話してんだろ今。それは堂々とちゃんと表現するんだよ。それが罰ゲームだから。すげえ地獄みたいな時間だなね。じゃあいや用意スタートでもう、はい、用意スタート。ムグでっかい石落ちた。落ちた。ムグ、あれなんだ。あれ石だね。石だよな。石だね。触れるのか。触れると思うよ。あた、熱いかもしれない。母ちゃんいるか。母ちゃん俺、触れない。あ、熱そう。あ、いや、熱いのはみんな触れないよ。で、どうする。庭潰れてんぞ。だ、自分家に落ちたの。自分家に落ちた。終了終了。いや、悪いな。悪いな。ちょっと待って、悪いけど、全部ジューザが悪いからね。だって隕石もう落ちた後じゃん。どうやって広げんの。びっくりした。普通こうじゃん。もう来るっていうやろう。来るってやつじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい、一緒に住んでるから。あれ。もうやめてやめます。はい、さあ以上チーム CC レモンでした。ありがとう。ありがとう。はい、それでは続いてのチームは、はい、チームペプシ、うん、レイさん、リョウタロウ、リョウセイ、トシ君、タッキーさんです。じゃあ企画ベースにお願いします。このメンツは面白い。お願いします。順番どうする。順番大事ですね。といった感じで、もうルール説明しなくても大丈夫そうです。じゃあまずね、順番を決めていただいて。この人は絶対最初じゃない。はい、じゃあこの順番で、じゃあ1人目はレイさんということで、じゃあ他の4人はこちらに隠れていただいて。はい、それではお題をお願いします。お題こちらですね。おー、これは任しとけ任しとけ。はい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 。おっと、これはどう出ますかね。さあ、それでは2人目の方出てきていただいて。いますはい。でもこの人相手か。あ、フィールドはこちらです。フィールドこちらです。こちらのファミリーにお願いします。はい、それではいきます。はい、伝言エチュードゲームスタート。はいはい、あ、いいね。いや、本当に分かってんのこの人。はいはいはい、終了。タキさん大丈夫ですか。はい、じゃあ、はい、それでは3人目の方、ね、出てきていただいて。お、りょうせい、こちらです。こちらの番です。なんで離れるのみんな。いや、なんか俺勢いが大事でしょ。勢い大事。じゃあ早速行こう。勢い系、勢い系、うん、あ、死でお願いします。今のワンペナルティですか。味方厳しい。さあ、それでは行きましょう。エチュードスタート。大丈夫。はい、OK です。すごいね。
はい、続いて4人目の方お願いします。はい、こっちこっち。それでは早速、足長、足投げさあ、行きましょうか。エチュードスタート。足投げあー、もういける。大丈夫です。あ、じゃあ、はい、じゃあラストだね。じゃあラストです。はい、5人目の方。あ、5人目の方、最後の、あ、トシ、じゃあこっちで。はい、いやー、これ大丈夫、伝わる。やめてください、トシ。いや、もう絶対いける。まあ、リョウタロウがどう仕掛けるかっていうところ ね。リョウタロウ、大丈夫、大丈夫。では早速、順調ですかねってどういうこと。じゃあ大丈夫ですか、準備。大丈夫です。はい、では行きましょう。エチュードスタート。大丈夫？終了！終了！ということで、はい、5人集まっていただいて、順調につなげてれば、順調につなげたれ、うん、てれば、順調につながつながってれば大丈夫。はい、それでは、つながってる、つながってる。では、としくん、答えをお願いします。迫田健。おー、すごい。正解。おー、さすがです。素晴らしい。ということで、初めて正解しましたね。すごいね、正解です。ということはもう、おめでとうございます。すごい。よかった。いや、チームペプシすごいですね。リョウタロウのはちょっとね、もしかしたらタイチって捉えられるかもしれない感じだったね。ちょっとね、ちょっと違い教えてよ、タイチはどうやって。自分でやっちゃいけないですか。タイちゃんコースとマジで。サコタは、サコタは、サコタは。そんなやったことない。何これ。もうやってんすよ。やってんすよね。やってないってよ。やってない。これに乗るセリフが染みてる。そうやん。これの時のセリフ何？アーネさんどう思うみたいな。ああ、なんかやってるかも。よろしくお願いしますか。ほらやってますよね。はい、正解ということです。おめでとうございました。罰ゲームなしで。罰ゲームなしでございます。おめでとうございます。じゃあちょっとあちらからね。はい、それでは次の最後のチームですね。最後はチームオランジーナ。チームオランジーナ。はい、オランジーナだけね、ちょっと一人少ないからね。マッキーさん、せいやさん、寛大さん、龍之介さんです。はい、はい。おやおやおや、いったよ、勝ったよ。じゃんけん、強そうですね。それでは順番決めていただいて、ちょっとあの一人少ないから助っ人をちょっと頼めるということで。おうおう、あ、そうなんだ。助っ人誰。では好きな方を選んでいただいて。助っ人誰がいい。タッキーさん。やだ。タッキーさんで、ね、誰でも。え、誰が何する。じゃあケント、どうしよう。いや、僕司会進行するんで。そうです、ケンタが司会してくれるから、はい、じゃあタッキーさんお願いします。はい、お願いしますよ。じゃあ順番、これ本当に大事なんで。じゃんけんしよ。はい、じゃんけん、じゃんけんし、じゃんけんしか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、ごいしょしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。3番目か、勝った順ですか。勝った順で。じゃあ、リュウさん、カンちゃん、俺、答える人。いや、勝った順つってんだよ。じゃあお前が作ったルール。じゃあせっかくだしね。じゃあやるやりたいもんね。じゃあさっきさん答えてください。じゃあ順番は、1番リュウさん、カンちゃん、俺、せいや、タッキーさんでいきます。はい、はい、じゃあお題をね。はい、今回スクリーンにお題が出ません。というのも皆さんに想像して答えていただこうということになっております。え、リュウさんしか知らないです。あ、そうなんだ。まだ渡してないですよね、でも。これじゃ覗いててもいいの？あれ、ダメダメダメ。ダメだ。え、何これ？あ、覗いててもいいの？ひしょひしょ。いや、ダメです。はい。あ、そうっすよね。とりあえず今からリュウさんに。さっきまで見てた。大丈夫？はい、じゃあお題をいただいたので、ちょっとリュウさんにだけ。はい。いやこれ大事だよ。ああ。なんでスキルの最後に上がった？いや。
シンプルにいこう。シンプル。いやー難しいと思うんですけどね。まあまあいけると思う。俺ら見ちゃダメだ。これはご覧いただいている方も想像してよかったら見てほしいです。はい、それでは行きましょうか。大丈夫ですか。絶対勝ちましょう。絶対勝とう。こっちから今もうそれ理由あるんですか。わけあるのかな。ではそれではエチュードスタート。さすが。これはちょっと上手かったですね。だいぶすごい。はい、それでは3人目の方お願いします。いや、わかる？大丈夫？俺は答え知らないけど分かった。マジで？それではじゃあ、オッケーオッケー。それでは行きます。エチュードスタート。ちょっと自信がありそうな顔ですね。わかりやす。おお。いや、うん、わかった。え、でもどうやって伝えればいいんだろう。それを考えてたんだね。そう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 。はい。いや、どうやって伝えればいいんだろう。全部、全部忘れて。オッケー。じゃあ、行きましょうか。それでは、エチュードスタート。相手役？いやいやいや、多分どういうこと？そういうゲームではないんですよね。そういうゲームではないんですよ。そうかぶせていくゲームではない。え、でもオッケー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 。そういうゲームだ。もうわかる。はい、それでは最後の回答者タッキーさんです。では行きます。エチュードスタート。いや、もう普通に並びましょうか。ちゃんと番組のこと考えてもらっていいですか。まあ、それでは滝さん、回答をお願いします。無限人形。よし。おー、さすがです。いや分かりやすかった。めっちゃ分かりやすかった。分かりやすかった、うん、ただ同じチーム内なんですけど、ちょっと異論があります。はい。俺はちょっと話が違うんじゃねえかと思ってます。なんでゴッド座の芝居ってみんなどういうものか知ってます？派手が売りなんですよね。俺なんかそういう雰囲気は伝わってこなかったんですよ。いや、見てないよ。みんな見てないでしょ。お前な、それ言うんだったらな、お前な、ちゃんと指導できるあの役の雄三やれよ、お前。いやいや、もうおい、先輩たちがやめるぞ。どうにかしろ。お前最後エンディングでお前雄三になってなかっただろ、ほとんど。松川困ってたぞ、お前。ストーリーだったの。ここでやめときましょう。やめんのかよ、お前。え、でもすごい分かりやすかったですね。めちゃくちゃ分かりやすい。いや、さすがでしたね、もう。外線公演かわいそうだよね。外線公演がかわいそうだった、確かに。めちゃくちゃ難しかった。じゃあもう一回やりましょうか。なんで。
まあ、はい、ということで、ね、チームオランジーナも全員正解というか正解というでした、うん、はい、正解でした、おめでとうございます、ありがとうございます、ゲームはなしです、 あちらからでは、はい、あちらからいやどうでした、みんなこのゲーム、エチュード伝言ゲーム、いや見てくれた方も楽しんでくれましたか、いや楽しんでくれました、バシバシコメントお願いします、うん、いや面白かったっすね、面白かったね、意外と伝わるものだね、やっぱり前川だけよく分かんなかった確かに思い出した確かに勇気顔編ダメだった、うん、もう本当深読みしちゃいましたさあ、ね、はい、はい、もうお時間が、はい、楽しい時間がもうあっという間に過ぎちゃいました、うん、はい、はい、そうですね、終わっちゃいますね、はい、満開ステージ A3 オータム、オータム&ウィンター2019千秋楽お疲れ様、生配信あっという間にエンディングのお時間です、はい、ありがとうございました、はい、ね、じゃあ改めて、まあこの東京凱旋公演大千秋楽と、今日のこのお疲れ様生配信を振り返って、どうでしたか、じゃあ太郎、いや本当にすごい楽しくて、うん、はい、みんなで最後最後までこうやって打ち上がることができて本当に良かったです、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、冬組からも、じゃあ亮、はい、うん、そうですね、本当にまあ稽古がもう去年の年末の方から始まったのが、ね、まあ長いこと3月24日まで、まあみんなとこう長い期間一緒にいれて本当に楽しかったですし、本当に心に残る作品になったと思います、それが皆さんにも届いてたらなと思います、本当にありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあレオ、いやもう本当お二人が言われたようにすごく長かったようで短かったようで、オータム&ウィンターっていうのをずっと頭に入れてやってたんですけども、タッキーさんの最後のマヤナでスプリング&サマーって言った時は僕は耳を疑った、言ってたね、言ってたね、間違えて耳を疑ったんですけども、でも本当にその春夏公演も出させていただいたんですけど、ずっと繋がってて全部違ってそれが一番エッセの魅力だなって思うので、次のね単独公演もそのエースの血を受け継ぎつつ、もっともっとこう勢いのあるものにしていきたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあトシ、はい、そうですね、原作 A3 があって、この舞台のエーステというものがあって、このキャストさんと皆さんと出会えてたくさんの経験をできたっていうのがすごい僕の中でもすごい大切なものになったなと、改めてもっと改めてもっとエーステというか A3 を好きになりました、本当に最後までありがとうございました、ありがとうございます、じゃあ影の盾役者タグちゃん、はい、本当に支配人としてね、あ、ありがとうございます、僕は春公演は3回目になるんですけども、本当に出させていただくことが幸せで、毎回毎回舞台上でみんなの目を見てみんなの芝居を見てすごく幸せな気分になっております、本当にキャストが大好きで、これからも長く続けていけたらなと支配人ながら思っております、これからもよろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、よし支配人、じゃあゴッドザからはリュウ、はい、ジロはい、まあ、ゴッドザとして満開カンパニーと敵対していたのですが、すごく、まあ、見ていただければ分かると思うんですけれども、すごいあったかいカンパニーでして、こんなあったかいカンパニーが作る A3 だからこそこう42公演無事に走り抜けることができたのかなと、心から思っております、本当に応援していただいた皆様と、僕たちキャストとスタッフの皆さんで作り上げた一つの素敵な作品だと思いますので、長く続いていきますように願っています、今後ともよろしくお願いします、はい、はい、そして、生配信を見てくださった方にスペシャルなお知らせがあります、はい、この後日本放送で放送中の満開ステージ A3 ラジオのツイッターからプレゼントのお知らせをツイートします、はい、はい、ペプシ、デカビタ C、CC レモン、オランジーナの4つの商品の中からお気に入りの炭酸を選択して番組の感想を一緒につぶやいてください、はい、つぶやいてくれた方の中から抽選でなんと100名様に炭酸4のいずれかのワンケースをプレゼントします、はい、さらに、各商品1名様ずつ合計4名様には炭酸4のコラボポスターをプレゼントします、コラボポスターはこちらでーす、はい、こちらでーす、こちらでーす、はい、
はい、飾りたい。 CC レモンを選んでくれた方には劇場に貼ってあったチーム CC レモン5人のポスターをお届けします。原品です。はい、オランジーナを選んでくれたら、チームオランジーナのポスターが届くということですね、うん、はい、3月27日水曜日23時59分までにつぶやいてくれた方が対象になります。 A3 ラジオの公式ツイッターを必ずフォローしてください、うん、お願いします。お願いします。はい、ね、皆さんたくさんつぶやいてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、そして、満開ステージ A3 からのお知らせです。満開ステージ A3 オータム&ウィンター2019のミュージックコレクションが来月4月24日水曜日にリリースされます。やったー、僕らの曲ですね。僕らの曲です。楽しみです、はい、そして、満開ステージ A3 オータム&ウィンター2019ブルーレイ &DVD が8月7日の水曜日にリリースされます、はい、現在キャニメオンラインショップで予約受付中です。はい、ということで、そして、じゃあ次回公演のお知らせを、じゃあゆうきお願いします。満開ステージ A3 スプリング2019、こちら、来月の4月の25日木曜日から、東京、大阪、新潟の3都市で上演いたします。詳しくは満開ステージ A3 の公式サイトをご覧ください。頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということでこの時間でお別れとなります。早いですね。早いですね。でした。楽しかったですね。楽しかったですね。じゃあ最後はみんなドリンクを持って、はい、お別れの挨拶をしましょう。はい、はい、この時間のお相手は摂津万里役水江健太と月岡紬役荒牧義彦と、はい、兵頭十三役中村太郎と七尾大尺赤澤亮太郎と伏見お見役稲垣聖也と古市左京役藤田玲と高藤助け役北園亮と三影ひそか役上田圭介と有栖川誉役田中亮生と岸良妻役上田寛大と皆木千鶴役前川優希と茅ヶ崎至役立石俊樹と佐木坂向役野口純と鵤三角役本田亮と鹿島雄三役の滝口幸宏と松川一樹役田口亮と迫田健役田内時博と飛鳥春人役伊崎隆二郎と神木坂レニ役河合龍之介でした。はい、番組をご覧いただきありがとうございました。今後も A3 と炭酸4の応援よろしくお願いします。はい、それでは最後にみんなで乾杯して終わりましょう、うん、はい、はい、じゃあ蓋を開けてください。皆さんも、ね、今一度持ってもらって、さあ、それでは本当に、A3 満開ステージ A3 オータム&ウィンター2019本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。